だからね、ちょっと異空間なんでしょうかね。ね、振り仮名もそれは高知県になりますわね。まあ、好きなだけ写真撮ってくださいね。でさっきのやつを動画で撮ってて、ね、この人がプリクラを撮ってるの見ました。昔から劣ってるっちゅうねそういう仕事をしてたんだっちゅうね。もうね踊れないんです。お金もらわないと。お金出ないでしょ。須崎市からお金出るでしょ。だから踊れない。残念。向こうのステージであなた喋りなくなっちゃったからってユーピー無理やり連れ込んだらしいじゃない。ステージもう喋ることなくなったからって言って遊びに来てたユーピー無理やりステージ上げたそうじゃない。誰かいないですかね。いやいや、人ばっかり呼ぶ。コアちゃん歩いてるからって捕まえないでよ。コアちゃん、コアちゃん、先生が呼んでます。コアちゃん早く。コアちゃん、コアちゃん早く。コアちゃん早く。喋るためになんかこう嫌われ てるような気がするので、まあ、あまり喋りたくないんですけど大丈夫かな私。多分大丈夫だ。大丈夫かな、はい、あの私のこと、うどんの子のこと嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。そっちだね。まあ何とも思ってないと思いますけど、はい、あの嫌いにだけはならないでください。そうだね、はい、はい、お願いします。はい、もう大丈夫。あの僕すごい面白い人知ってて、すごい面白い人知ってるんですけどいいですか。はい、島根っ子のお兄さんが最近すごく面白くて、島根っ子のお兄さんってあの、うん、もしかしたらあなたお姉ですかって聞いたらめっちゃ面白いこと言ってくれるんですけど、お姉なんだ。いやそれは分かんないですけど、ちょっと来てもらっていいですか。巻き込みがすごい。やばいやばいやばい。あーすごいね。いつもどうしたの。あえ、いや私はあの人は悪魔に心を打った人だから。そうなんですよ。あんまり仲良くしてないんですけど、すごいお兄さんなんですけど、ミッチェさんに悪魔って言われるんですよ本当に。だって笑顔が嘘だもん。いやいや、あー島根っ子まだ来てる。嘘じゃないですよ、このスマイルは営業スマイルじゃないです。素敵な笑顔。ちょっとね、刃があるからと思ってね、自分笑ってると可愛いと思ってるけど、はい、全然楽しくないっていうのが見えてるもん。いやーもうね、もうね、ギャラが今日は出てるから僕が頑張りますけど、はい、ギャラ出ないんだったらやりませんみたいな感じで。いやいやいや、そんなことないですよ。ギャラなんていらない。お姉なの。お姉じゃない。もうほんと助けて。お姉なんだ。お姉じゃないです、お兄ですね。お兄さんだからお兄ですよね。いやお姉でしょ。ねえ、島根っ子も男の子ハテナだもんね。いや、あの巻き込まないでくれる島根っ子。やばい、もういろんな人がもうね包まれて、これは幸せ。全然幸せじゃない顔してる。幸せ。ねえ、こんなことないですからね、人生に一度ね、ゆるキャラのみんなとね、こうやってね、一緒に仕事ができるっていうのがね、ほんと幸せです。はい、島根っ子とね、島根っ子フレンズのヒロくんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じ。もう一人めっちゃ面白いです。面白い誰。あの、ルパンの藤子ちゃんの真似がめっちゃ得意な人知ってて。誰。それではどうぞ。どうぞ。あんまり時間ないですよね。うん、次のね、子がね、はい、あのふわっと来たからね。はい、はいはい、
じゃあ一言だけ言ってもらってモノマネ、それで締めてもらいましょう。はい、藤子ちゃんのモノマネが上手だということなので。本当に怖いなここは、はい、ではこれがこのイベントの怖さでもありますが、はい、はい、じゃあ皆さん目つむってください。似てる似てないはいい、とりあえず締めます。森時さん帰ったら知らないからね。はい。はい、うどんのゆずがパシンジョークでした。大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。帰ってください。帰ってください。これもどうぞ、これも、はい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 、行くか。何だったんだろうね、途中の陽子ちゃんの新聞から出たいですかビリッ、あれは何だったんだろうね。うどんの、そしてね、うどんのおちゃんがいる後ろにね、菊池くんの姿が見えたんだけど、